くほっね。神里流水遊と見切りました。無我の境地よし。ストップ。もう進んじゃダメ。前を見て。前。あ、あそこら辺が灰色で植物も枯れてるみたいだ。空気にも灰のようなものが漂ってるし。鳥肌が立ったぞ。それが蜃気さ。旅人、僕はこれから蜃気の内部に入る。中には蜃気の病変があって、それを破壊できればこのエリアを救えるんだ。ありがとう。でも君はこれを処理したことがないし、無理だけはしないで。元素力を持っていたとしても、中に入るときっと気持ち悪くなる。もし耐えきれなかったら外に出て休んでて。何しろこれは命に関わるからね。さあ行こう。まずは地域を維持してる枝を探そう。はびこれって信頼感度。いやでやよくできました。全ての枝が処理できたから、これで飼育の腫瘍を処理できるよ。暁よ、ここに。元気出してよ。今ここに生産する。今だ。地域の腫瘍を破壊して。君が助けてくれたおかげで、こんなにも早くここを正常に戻すことができたよ。ディナリー、そう言ってるけど、なんだか冴えない顔だな。そんなに分かりやすかった？分かった。説明するよ。最近、地域の出現頻度がますます増えてきてさ、さっきみたいに地域を除去しても間もなくまた新たな地域が現れちゃうんだ。僕の仕事が増えただけならまだ良かったんだけど、地域は雨林のあらゆるところに影響を及ぼしてるんだよね。例えばさっきはこのエリアを正常に戻したけど、だからといってエリア内の植物がみんな生き返るわけじゃない。実際植物の数がかなり減ってる。この変化は植物に関わる動物たちにも影響を与えるだろう。結果雨林の生態系が不安定になりつつあるんだ。それに地域の状況が深刻になり始めたことで、コレイのマリン病もどんどんひどくなってきた。なんでそうなるんだよ。具体的な原因はまだ突き止めてない。でも数日前、教令員の知り合いから手紙をもらったんだけど、彼によれば多くの患者たちも同じような状況らしい。僕の知る限りないな。地域は数千年もの間スメールに存在している。それに地域はこの世界の深いところから生まれるんだ。世界樹を知ってる？世界樹は僕たちが踏みしめているこの大地の奥深くにある。生物学的な意味の木じゃないけどね。まあ大きな木が逆さに生えているとでも考えてもらえばいいかな。地脈は知ってるだろ？あれは世界樹の根みたいなもので、地下を縦横に走り、深くて広大な空洞から地表まで伸びてる。地脈はこの世界の記憶を吸収し続け、世界樹には古代から現代に至る世界のあらゆる情報と知恵が詰まっている。創神が知恵の神と呼ばれるのも、彼女の意識が世界樹とつながっているからだ。創神の力は世界樹の力の現れとも言える。実は地域が現れるのは世界樹が病気になったからなんだ。うん。遠い昔、僕の先祖はマハールッカ・デバータ様の眷属からこのことを聞いた。けど、その神秘的な精霊たちも世界樹の治療方法までは知らなかった。僕たちレンジャーは、おそらく長い間、地域に立ち向かわないといけないだろうね。さあ、話はこのくらいにしておこう。もうやることも済ませたし、ガンダルバー村に戻ろう。